県に本社と。皆さん、お疲れ様です。先ほど、健康審査会が、衆議院が行われまして、それで、今日こちらまた集まってですね、12時、今から、こちらで集会を行いたいと思います。ただいまより、会見条文基礎委員会、設置強行するな、5.30 国会議員会館前行動を始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます、石山です。よろしくお願いします。では、まず最初に、主催者挨拶を共同センターから、小田川さん、よろしくお願いします。はい、緊急の呼びかけにもかかわらずお集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございます。で、行動開始にあたって、総合行動実行委員会の小田川からお話を進めていきたいと思います。今日の行動は今ありましたように、衆議院の憲法審査会で強まっている動き、選挙もできないような緊急時に、国会議員の任期を延長することについて、自民党、公明党、維新、国民などが、会見の条文案作りの委員会設置、総委員会設置を、強引に進めようとしている、この動きに対して、まともな論議も尽くさずに、会見案作りを進めるなと、市民の声を上げる、これが目的の行動です。ぜひ最後までのご協力、よろしくお願いします。ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、今年5月の共同推進の憲法世論調査の結果では、国会の会見論議を急ぐ必要はない 65%、 会見論議は幅広い合意形成を優先すべき 72%、 会見の機運は高まっていない 67% となっています。会見を主張している政党だけで論議をするな、市民の皆さんの圧倒的な声だと思うんです。それはそうだと思います。市民には一体どんな事態で国政選挙ができないのか、緊急事態とは何なのか、全くイメージできない、そういう状況にあるからだと思います。東日本大震災の時に、地方議会選挙、半年程度繰り下げられた地域もありましたけれども、それは被災地だけです。コロナパンデミックでは、投票日の変更という論議すらありませんでした。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に、国が地方自治体に指示する権限を持てるとする地方自治法改定法案が今衆議院本会議で採決をされようとする動きですけれども、この法案でもどういう事態で国が権限行使できるのか、この点が問題になりました。参考人質疑で専修大学名誉教授の白藤さんは、 UFO の出現や宇宙人の襲来に備えるような話だ、こういうふうに例えました。議員の任期延長問題もほぼ同様のことが言えるのではないでしょう。言葉を変えれば、政府や国会が今は選挙ができないほどの緊急事態だと言ってしまえば、恣意的な判断で運用される可能性、余地が大変多いということだと思います。そういう発信人情、私は絶対に渡したくないと考えます。国会では今、自民党の裏金問題が政治の政治資金規正法などの改定論議、いわゆる政治改革論議が衆議院で山場に来ています。自民党は野党が一致して求めている企業団体現金禁止などには一切答えずに、パーティー券購入者の氏名の公表の上限額の引き下げだとか、政治資金収支報告書の議員が確認書を作成するといったような微修正で市民の批判をそらそうとしています。裏金疑惑にまみれた議員がこれからも裏金作りをどんどん続けられる、そういう規制抜け穴を作ろうというんですから、それ自体大変ふざけていると思います。しかも皆さん、裏金議員が税金を払わずに政治団体への給付投票を受けていたという新たな脱法行為も表面化してきています。自民党は法の抜け穴を探す名人なのか、ちょっと言いたくなる状況ではないでしょうか。その自民党を助けて、3年後の法の見直しで自民党案に乗ろうとする公明党、私はやっぱり下駄の行きなんだと思います。自公が手をつないで、明日にも政治資金規正 法案の認定採決をという動きが一時ありましたけれども、来週にずれたようですけれども、それでも来週前半の衆議院本会議での採決に
引き続き自民党は固執をしている、こういう状況だと思います。月曜日以降に私どもとしても緊急の行動を考えたいと思っていますけれども、憲法でも自民党と金の問題でも、政治と金じゃない、自民党と金の問題なんですが、それでも自民党は市民と向き合い民主主義を貫く姿勢全くありません。そんな自民党政治を終わらせなければ、次年度自民党政治の運動を急速には盛り上げていかなければいけない、そのように思います。そのこと、憲法審査会と関わっても大変重要な意義を持っていることを重ねて強調させていただいて、主催者の挨拶にします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今日憲法審査会においでになって、質疑協議をしておりました、日本共産党の衆議院議員の赤嶺政権さんが、お越しになってくださっておりますので、挨拶をお願いしたいと思います。赤嶺政権さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、憲法審査会先ほど終わりました。今度の国会で、憲法審査会の審議は、7回目だったと思います。今国会中に、改憲の基礎委員会を作って、改憲条文を作ろうということがですね、今度の国会の最初から言われておりますが、国会、憲法審査会はあと3回、残すのみとなりました。私の隣にですね、国民民主党の代表がいるんですが、彼は私の後の発言で冒頭ですね、もう絶望的だと言うこともなくなったというのを言って、いろいろ始めました。絶望感が漂っているようであります。その隣の会派の方もですね、まるで回転木馬のように同じような、議論を繰り返していると。で、自民党の、割と審査会に出てきた、新しい人だったかどうか、彼がですね、いやまだあと3回あるから会見まで頑張ろうじゃないかと言ったらですね、また私の隣からね、そんなバカなこと何を言ってるんだというぐらいですね、彼らは今国会、やっぱり会見の壁を越えることの困難さを感じているようであります。で、一方この議員の任期延長の問題ですが、これは憲法学者の長谷部先生も審査会の中でおっしゃっていたんですが、想定をですね、今想定できない事態を想定して憲法を変えようとしたら、また次のどんなことが起こるかといういろんな想定の上に想定を重ねると、日本の憲法の一番大事な根幹を壊すことになるというようなことを長谷部先生、参考人の中で言っておりました。憲法審査会非常に傲慢な方も多くてですね、そんなことは学者が言うことじゃないと、日本の運命を決めるのは我々日本の政治家だと、こういうことをですね、発言しておりましたけれども、やっぱり議員の任期延長というのは、国民のいわば国民から選ばれた国会議員でなくても延長できるというわけですから、憲法の根幹を壊すことになるわけですね。で、それをですね、内閣が判断するか、最高裁判所が判断するか、憲法裁判所が判断するかという議論をですね、彼らの間でやってるんですが、我々国民の主権を最高裁判所でも取り上げる権限はないじゃないですか。国民から選ばれた人以外の人が国会議員でございます、任期延長でございますということは憲法上絶対に許されないと。そのためにですね、参議院の緊急集会があるんだと。だいたい緊急集会は衆議院では役に立たないとかいろいろ言うんですが、参議院ではですね、緊急集会をどのようにですね、生かすかという議論があってですね、
衆参全く別々の議論をやっていると。やっぱりですね、憲法を変えるということは、改憲派にとっても、なかなか至難の技だと思います。私たちの頑張りでですね、この憲法を守っていこうではありませんか。今、議員の任期延長よりも、この金権腐敗の、そういう議員がですね、即時に国会から辞めること、これが緊急事態じゃないですか。今度の緊急事態は、裏金議員を辞めさせることだと、裏金議員の任期を延長するような議論をするべきではないと、今日この裏金議員の問題で、企業献金の禁止を私は発言したんですが、隣の維新の方からそうだそうだというなんか声が上がりまして、ちょっと奇妙な感じがしたんですが、そういう野党と同じ意見を持てば自分たちの安全が守られると思ってるかどうか、まあいうことはね、企業献金の禁止ですからいいことだと思いますけれども、こういう私たちの戦いが全体の情勢をリードしているということで、皆さんともに頑張りましょう。ありがとうございました。上野先生さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、同じく憲法審査会を終えられて駆けつけていただきました衆議院議員の立憲民主党大阪誠二さんです。よろしくお願いします。皆さんご苦労様でございます。赤宮先生が話した通りでございまして、私から言うことは何もないんですけれども、やっぱり憲法審査会ちょっと異常な感じがします。異常な感じというのはですね、憲法を改正するっていう、そのことが目的化してるんですね。国民の皆さんのためにどういう憲法議論をするかっていう話はほとんどなくてですね、とにかく憲法を変えよう変えようということなんですね。特に総理が期限を区切って憲法を改正するなんて言っていて、それに乗るような発言を国会議員自らがしてるわけですよ。それは私はおかしいと思います。本当に必要があるんであれば、総理が言おうがいいですね、言わないが言う、そんなこと関係なしにきちっとした議論をすればいいですね。憲法に縛られるべき総理自身がそんなことを言っているのに迎合するなってのは完全におかしいことだというふうに思います。で、実は議員任期の延長に関してはですね、これは緊急事態に備えるということは非常に重要なことです。でも私まだまだやるべきことがあると思ってるんです。一つは災害に強い選挙制度、これをどうやって作るかなんです。この議論日本ではほとんどありません。例えば災害が起きた時に緊急消防援助隊っていうものがあってですね、被災地に全国の消防の人が応援に行くっていう仕組みがあります。例えば緊急選挙援助隊なんていうものがあっても場合によってはいいかもしれないんですね。だからそういう自治体間のネットワークで選挙をどうやって実施できるようにしようかっていうことを真剣に考えるというのは一つです。それからもう一つ大事なのはですね、今回の議員任期延長論で言っているのは国会機能を維持するっていうことを言っているわけです。衆議院議員、参議院議員がいたとしても、仮にですよ、この国会が壊れたらこれ国会機能の維持ができないわけですね。まあよく事業継続計画 BCP なんていう言い方をしてですね、震災の時に企業団体などがどうやって事業継続できるかっていう、まあ計画を作るわけですが、実は国会ではそういう議論というのはほとんどないんです。だからまず今の憲法下でやるべきことをしっかりやるっていうのがですね、すごく大事なことなんですね。それと先ほど赤嶺先生が言っていた参議院の緊急集会、これの機能がですね、現行憲法下で今のままでいいのかどうか、これを拡充するとか、もう少し対応力を高めるというようなことも必要なことだと思うんです。昨日の参議院の議員でも議論でも、衆議院で議員任期延長するって言ってるのはちょっとおかしいんじゃないかといったような話も出ているようですから、議論が尽くされているとは言い難いわけです。議論が尽くされているとも言い難いのに、まあ条文から条文からって言ってるのはですね、私はちょっといかがなものかなというふうに感じています。まあ、ただ憲法審査会の会場に行くとですね、まあ完全に多勢に不勢になっていますので、その点はですね、毎度毎度身が細る思いでやっておりますけれども、私は国民の皆さんのための憲法、
これをですね、そういう議論をどうやって進めていくかって、そのことを念頭に置いてですね、また頑張っていきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。もっと頑張れ。大阪さん、どうもありがとうございました。それではここでですね、署名提出をレッグフォローしたいと思いますので、すみません、署名、健康署名の提出です。2月19日に続く2回目の提出となります。今回は健康署名8666人分、大軍拡反対署名が35万7807人分、合計36万6470人が今から提出されます。あ、こちら、はい、最初こっち。はい、これ他にもですね、集計中なのありますので、今国会中にまた提出をしますので、この提出の、数はですね、ホームページで載せていますので、ご覧になってください。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ向こう、はい。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。この憲法審査会ですね、本当にこの2人、とても私と一緒にですね、頑張ってくださっています。また激励のエールの拍手で送り出してください。どうもありがとうございました。はい、それではですね、引き続き続けたいと思います。それでは市民の発言の方に移らせていただきます。まず最初に、共同センターから田中さん、よろしくお願いいたします。東京憲法共同センター、東京憲法会議の田中といいます。東京共同センターは、今国会では裏金で燃えた手で憲法をいじるなという声を上げて、裏金議員の大半を幹事や委員から外させました。そして4月11日からの審査会も傍聴を欠かさず行ってきました。今日までで衆参合わせて16人が傍聴して、ニュースを毎週発行するなどして、その内容を伝えているところです。そこで、3つの点をまず報告したいと思います。1つは4月28日の衆議院補欠選挙で市民と野党の共同候補が勝利したことで委員の構成が変わりました。立憲民主党が10から11と増えて有志の会が外れるということになりました。しかし改憲5会派と今日も言ってましたけれども言い続けたいために自民党が有事に一議枠を譲って、一議席が確保されるという、そんなことになっていますが、選挙で一議席を増やすってことがいかに大事かということを痛感します。2つ目は憲法99条、皆さんもご存知だと思いますが、天皇、内閣総理大臣、国会議員、その他公務員の憲法尊重擁護義務の問題です。岸田首相は5月3日に、そして5月26日にも改憲派の集会にビデオメッセージで改憲実現に向けた檄を飛ばしました。これは憲法99条に反する行為で許されないというふうに思います。ところが5月16日の衆議院審査会の中で国民民主党の玉木議員が内閣総理大臣や国会議員が改憲を主張するのは憲法に反するのかと質問をして、内閣法制局が衆議院法制局長に答弁をさせました。憲法学者の意見だながら問題ないという答弁をさせました。とんでもないことです。4月11日のこの議員会館前集会で先ほど挨拶をいただきました大阪さんが次のような発言をされて私は感銘を受けています。我々国会議員は憲法という枠の中に入っている。我々の行動を憲法という降りて縛っている。この範囲内で法律を作り、実権を保障しなければならない。しかし、岸田総理が期限を区切って改憲、憲法改正しようなんて言語道断じゃないですかと。総理自ら檻の形を変えたり、場合によっては自分で鍵を開けて、
檻から出られることまでやろうとしている。これが、この一つが議員任期の延長じゃないでしょうか。こういうふうに大阪さん言われました。私は、99条について分かりやすく解説をされたなと思いましたし、私も51年前に公務員となって宣誓した立場からも全く同感というふうに思いました。3点目は、衆議院、先ほどの話がありましたが、衆議院と参議院の議論が全く違います。衆議院を傍聴して一番強く思うのは、憲法制定時の審議経過や憲法そのものについての議論など全くお構いなしで進んでいるという点です。先週は裏金議員で有名な稲田さんが、こう発言をしました。参議院の緊急集会は、閣令の制定を可能とすることを GHU から繰り返しされて、妥協した産物で生まれたんだ。全く違いますよね。自民党憲法草案の内容を含めて、緊急事態政令などのことを発言をされました。一方で参議院は、法制局長から制定時の議論ややり取り、金森国務大臣の提案理由などや答弁などをしっかり踏まえた上で議論をしている。ここが決定的な違いだというふうに思います。そのため、参議院の緊急集会については、衆議院議員の会見派が主張するように、平時の仕組みだということで、これを変えて、憲法に戦時を書き込むための主張になっていますが、金森さんは、予測すべからざる緊急な事態に対し、暫定の処置を取り得る法等を規定したということで、緊急時での緊急集会について明確に説明をされています。昨日の参議院憲法審での議論では、自民党の佐藤筆頭幹事は、平時非平時を問わない制度だと述べて、この緊急集会の意味で十分足りるという発言まで述べています。また5月8日の参議院の憲法審での公明党の西田幹事は、なぜ繰り延べ投票ではダメなのか、議論を深める必要があると指摘をして、議員任期延長は不要とも述べて、昨日も先ほど大阪さんが言いました、可能なのは可能な範囲で総選挙を実施するために、災害に強い選挙制度を整える必要性があるとまで述べました。衆参でも党内の意見の不一致、公明党が明確になってきているというふうに思います。緊急時の議員任期の延長論は矛盾だらけです。一致など全くしていません。まして国民がわからないままでの条文作成などあってはならないというふうに思います。もう一点だけ言わせてください。今国会で、重要法案の一つになって今日本会議で衆議院を通過させようとしていますが、地方自治法改定案は廃案にしなければなりません。廃案は国の包括的支持権は安全に影響が出ていないような有事の恐れがあっても活動ができるということになって、自治体を全面的に戦争体制に組み込むという内容です。2012年の自民党改憲草案を見ても、国の自治体への指示は憲法改正手続きをしなければダメだと自民党でさえ言っている内容なんです。今日は維新はこれは改憲が必要な法律だとまで主張されておりました。地方自治法の改正で済まそうなんていうことは絶対に許せない。これには世田谷区長、小坂世田谷区長や岸本杉並区長、滋賀県の前原市長なども反対を表明して、私も関わっています全国首里地方九条の会はこの廃案を求めて、声明を今出す準備をしています。戦争への道は地方自治の破壊から始まります。緊急事態条項と機を一にしたこの地方自治法改定を皆さんと力を合わせて廃案にしたいと思います。最後に都知事選挙で候補者が決まりました。市民と野党の共同候補蓮舫さんの実証を皆さんと共に勝ち取るためたいということも最後に発言をして報告とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして選議委員会から、杉並選議委員会の富永誠司さん、よろしくお願いします。杉並です。杉並選任会の富永と申します。何点かにわたって皆さんに、発言をしたいというふうに思います。まず第1点目は憲法審査会の状況について、
ですけれども、私は昨年もそれから今年もずっとほぼ毎回のように憲法審査会を傍聴をしてきました。衆参両院の憲法審査会ですね。で、私は憲法審査会っていうのは改憲派と改憲阻止派が真っ向からぶつかる戦いの最前線の一つだろうというふうに思ってきました。で、この最前線の現場をこの目に焼き付けることは、もう一つの最前線である地域の活動に必ず生かすものになるだろうというふうに思ってきたわけです。今国会の情勢は正直申しまして、改憲派が約350議席近く占めているという状況ですね。改憲派と改憲反対派の大まかな勢力比は大体3対1というふうに言われているわけです。国会発議に必要な3分の2というのは大体310議席ですから、40議席も上回る状況が続いているというふうに思うんですね。で、戦後自民党はしかるべき重要な時期に強行採決をしてきたもので、いずれ憲法改悪についても強行採決をする恐れがあるという重大な危機感を持ちながら日々の活動をやっていきたい。まさかそういうことをやったら大変なことになると思わせるような運動を全国津々浦々で改憲阻止運動を展開しなければならないというふうにずっと思ってきました。で、私は杉並の方ではちょっと報告しますと、杉並の専任委員会で活動しておりますけれども、杉並専任委員会が呼びかけた杉並での総掛かり運動である救助を変えるな杉並市民アクションを結成をして今日まで運動をしてきました。だいたい杉並の市民アクションは年間4回ぐらいデモとか集会なんかを企画してきました。また戦争させない杉並専任会、毎週火曜日に街頭での宣伝活動をしますので、まあ、2つ3つ私関わっておりますと、月に大体6回ぐらいは街頭の宣伝を行うことになっておりまして、多い時には8回になる。で、総掛かりの運動も菅井さんもやらなきゃいけないので、そうしますと月に10回ぐらい超えるということもあるんですけども、しかしやっぱり粘強く戦っていくことがとても必要だなというふうに思って、これからもやっていきたいと思います。月に10回もやってるとですね、実は今ガザ問題とか、それとかウクライナの問題も当然ですけども、裏金の問題もあるもんですから、どうしても憲法の問題を喋りたいんですけども、憲法の問題も喋り、あれもこれも喋ってるとですね、富永ちょっとお前長すぎるという品質を買う時もあるんですけども、しかしそれはそれとしてこういう時代ですから頑張るしかないなというふうに思います。それから、どうしても皆さんに私どもとしては訴えたいのは、私は憲法改悪を阻止する運動というのは総力戦で、改憲派と改憲反対派が総力戦で戦わなきゃいけない。おそらく天下分け目の現代の関原みたいにですね、一大政治決戦として戦わないと、今までのままの運動のままではやっぱちょっと厳しいんじゃないかというふうに思っています。杉並の選任会もしくは杉並市民アクションでは、かつて、個別訪問を1900世帯ぐらいやって、憲法9条が危なくなっています、ぜひ署名をお願いしますというふうに言って、一件一件ドアを叩いてやってきましたけど、正直言って憲法9条なんだっけっていうふうに言う人結構いるんですよ。これ我々は憲法9条って当たり前ですぐ連想しますけど、一件一件有権者の方々に尋ねていくと、なかなかそういう人がいるっていうことですね。私は国民投票法に基づく国民投票を実施すると時になると、かなり厳しい戦いになるだろうというふうに、次にですね、杉並の総掛かり運動というのが杉並市民アクションですけども、私事情があって熊本でもちょっと東京と行き来しているので熊本でも活動していますが、
地方の現場をですね、熟知しますと、総掛かり運動があってもなかなか活力がやりきれてない。あるいは、総掛かり的な運動がない地域も結構あるんですね。ですから僕は全国の改憲阻止運動を有機的に展開しないと勝てない、総力戦でないと勝てないというふうに思ってますから、やっぱり今までの運動を自己点検、自己総括をして、やっぱり今一歩、二歩、飛躍するような運動が必要ではないかというふうに訴えし、問題提起をして、杉並の地域で頑張ってきているところです。外線をただ何回も偉いってもんじゃないという問題を当然持っておりますので、引き続き頑張っていきたいなというふうに思います。最後に、やはり何と言っても、改憲の息の根を止めるには政権交代をするってことが最も有効だというふうに思いますね。で、杉並では皆さん、杉並といえば東京八区、石原伸晃候補に市民と野党の共闘の力で、圧倒的な力で、8時4分には当確が出た吉田晴美さん、今日も憲法審査会で委員としてやってらっしゃいましたけども、その選挙区です。ですから、再度、今、いつになるか総選挙分かりませんけど、吉田晴美さんの再選のために引き続き市民と野党の力で頑張りたいなというふうに思っているところです。衆議院の補欠選挙で見られました島田一区の自民党支持者の 30% が加盟候補に投票したという出口情報が明らかになりましたけれども、いわゆるここで見られた地殻変動は、静岡の県知事選、それから小さい領域ですけれども、目黒の都議会議員補欠選挙でも見られました。この地殻変動を全国各地域に拡大するような運動を、どうやって僕らがやり抜くかというふうに思っているところでございます。ぜひ、私が先ほど言ったように熊本でも東京でもやってますけども、その各領域で全力で頑張りたい、憲法改悪を何としても実現するために頑張りたいというふうに思いますので、ぜひそのことを重ねて決意を申し上げて、挨拶としたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まとめではさ、本当にしょっちゅういろんなところ見かけるので3人ぐらいいるのかなって思ってたんですけども、ありがとうございます。引き続き頑張ってまいりましょう。それでは九条コースの実行委員会から高田圭さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日は、朝から大変申し訳なかったんですが、本当にあと3回ぐらいしかない各委員が、会計役の委員が今日も何度も言ってました。こういうギリギリにそこまで来ています。このまま市の市長が言ってきた自分の任期中に会計をやるということであれば、今度の213国会中に憲法は改憲原案まで出して、そしてこれを国民投票にかける準備というところまで持っていかなきゃできないんですね。中谷さんはどこまでどう考えているか分かりませんけれども、維新とかそういう連中から見るともう本当に焦ってどうしようもない、このままじゃ進まないじゃないか、ほとんど内輪の、状態ですよね。あれ、自民党と維新、あるいは国民、この問題で怒鳴り合いやってもおかしくない、こういう対立の状況になってきてると思うか。どうしてこうなったかということです。私はこのことでは今日の集会も本当に大事だと思うんです。世論、あるいは市民運動、これが本当にどれだけ国会の中で会見反対が非常に少ないものでも持ちこたえて会見を阻止するという上でどれだけ重要だったか。私はもう何年も前から会見発言がされる、もうこのままではされる、私にいっぱい言ってくる人がいます。何度も聞いてきました。でも私はそうじゃない、確かに状況は非常に厳しいけれども、私たちが諦めないで運動を作っていけば
少数派であっても自民党の改憲は潰せる、あるいは岸田改憲は潰せる、そう思って一生懸命みんなと一緒に行動してきたんだと思うんですね。あの今あと3回と言われる延長国会あるかもしれないから分かんないんですけども、あと3回と言われるこの事態の中で皆さんに本当お願いしたい、今日来てる大阪さんとか赤嶺さんとかその他の改憲反対のまず憲法審査会の委員の人たち、本当に激励してください。誰かがやるからいいだろうということじゃないです。実は私も昨日あの立憲野党の各委員にみんなファックスを改めて出しました。今日市民がこういう格好で集まる、代表に来ていただくけれども皆さんには案内してないけれども、こういうのがあるんだということをやっぱり野党の皆さんに知らせたいと思ったんですね。いろんな可能なことをやる必要があると思うんです。ロビーングでもいい、電話でもいい、ファックスでもいい、そういうのをやりながら一緒に戦っていかないと私たちは見てる人になっちゃうんですね。勝つかな、負けるかな、大変だな、危ないな、なんとかしなきゃいけないなっていうところにとどまると思うんです。もちろん地域でも一生懸命戦わなきゃいけない、いろんな戦い方があると思いますけれども、これを本当に残りのとりあえず6月の23日まで今日刑事にしてお互いに本当にできることをやりたいと思うんです。そうすることがこの改憲発議の準備をさせていくことで、いろんな条件が変わってきていることは話がありました。特に公明党が参議院と衆議院で完全に分裂していることすごく大きい、それから自民党のあの佐藤正樹さん、ひげの隊長ですね、あいつがって言うとおかしいけどあの人が自民党の衆議院全体の方針と違うことを昨日は言ってるんですね。そういうことを含めて改憲派の方は大詰めに来ているからガタガタになってる、今一押し二押しだと思うんです。これをぜひやりたい。で最後に一言だけ言います。本当に今度の補選とそれから東京都知事選に蓮舫さんが出ると言ってくれたことを本当に大きいと思います。もし私たちが都知事選で勝つようなことがあれば岸田内閣は本当にぶっ倒れます。岸田内閣を倒せば岸田改憲は倒れるんですよ。だから本当に大変な状況の時に来ましたからお互いに力を入れて頑張りたいと思います。この後また国会議員の方も来られると思うんですけれども、みんなで一緒に激励して国会議員の人と一緒になって改憲阻止のために頑張りたいと思います。人になる必要はない、できることを最大限やる、そのことが一番大事だと思います。ありがとうございました。では今あの到着されてばかりで大変申し訳ないんですけれども、あの参議院の憲法審査会の委員であります、沖縄の風参議院の坂野哲夫さんです。どうもこんにちは。お疲れ様です。いつも憲法のために国民主権の力を発揮していらっしゃる皆様こんにちは。紹介いたしましょう。沖縄の風の宝でございます。沖縄の方は今50、52年ということで、憲法の施行は77年なんですけれども、常に四半世紀遅れて憲法が適用された沖縄です。この沖縄に一度でも憲法を適用したかということですね、その前に変えようという姿勢が許せないというのが沖縄の声であります。で昨日も憲法審査会ありましたけれども、もうちょっと法の支配と言っているらしいですけれども、その法の支配を全く知らないんじゃないかというのは、大変なことだなと思いましたね。これは某維新の会がですね、そう言ったわけですよ。衆議院は憲法改正の草案を作ろうと言っても、そこに来てるのになんで参議院は遅れてるんだと。これ競争してるんですか。おかしい上に、なんで変えようというふうに思ってるのが
権力のところにいるんだったら、それをやっちゃいけないことなんですよ。そもそもが、5月15日のちょうど沖縄復帰の日でしたけれども、その日の憲法審査会では、このような憲法審査会は憲法違反ですということを言いました。それは今のですね、緊急集会のことを言ってるんですね。この緊急集会、緊急事態の規定を入れようというのを憲法を変える口実にするということなんですけれども、今国民がこんなことを望んでるんですかと。今生活の方が緊急事態ですよ。そっちの方が大事ですよ。子育てにしても教育にしても、ね、国民の生活が第一ということですから、憲法が求めているのは健康で文化的な最低限度の生活をまず維持をするということで、それがもう30年本当にできてないということです。沖縄に関してはこれ全国もそうなんですけども、30年前とかちょうどですね、復帰して、まあ、10年後ですね、復帰して10年、沖縄 の, この所得がですね、上がりました、10年で。全国の7割ちょっとまでは行きました。もちろん最低です、47位です。今も47位です。で、これはもう全国も同じですけれども、本当に給与が、30年間変わってないのがはっきり見えてるんです。こういう状態だということですね。その中で、ね、今日もですね、外国防衛委員会ありましたけど、もうこれからもあります、午後の部が、午前の部が終わりましてですね、でそこの中でもう次期戦闘機です。次期戦闘機って何年先のことを考えてるんだというと、まあ10年先ですね。こうなるとお金いくらかかるのかも全然わからない。その前に国民の生活がどうなってるのか、どうしてそれを議論しないのかということで、今の日本の政治というのは内側も国内も国外もおかしな状況になっているということが言えると思います。そして憲法9条というのが実は憲法で文化的な最低限度の生活というのをきちんと前提にして、憲法9条は武力による威嚇ですね、武力の行使、無理をしちゃいけないということをきちんと言っているということですね。そうしますと、私たちが平和に生きるというのは、実は平和という戦争をしてない平和ではなく、それだけじゃなくて、私たちが安心する、心が穏やかになる、生活の心配をしない、そういったものが平和ですよね。あ、これは韓国が言ってる、まさに構造的暴力がないですね、恐れをないというような形で暮らすことが平和な暮らしだということだと思います。今の日本は戦争をしないのはいろんな大きな問題もありますけれども、この防衛にお金がかかりすぎて、お金がかかりすぎた後の問題を考えると、もう防衛でもやらなくてもやっても変わらない国民の苦しさがあるということで、今ですね、一緒にまた国会の中でも、それからも外交防衛委員会ありますし、また来週再来週ぐらいにはまた憲法審査会もありますけれども、やっぱりきちんと立憲主義で、権力が憲法を作ろうというのはとても問題であると、こんなことはやっちゃいけないということを改めて、憲法制定権力を持っている国民の主権者のですね、力を発揮できるよう、また一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。高田哲美さんでした。どうもありがとうございました。衆議院と参議院で本当に、憲法署名提出の、じゃあ、この憲法署名ですね、提出を行っていただきます。ありがとうございます。絶対ね、変えちゃいけないですからね。ありがとうございます。今しっかりと受け取ってくださいました。ありがとうございます。参議院での憲法審査会での委員であります高田哲美さんに激励の拍手、エールを送ってください。頑張りましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。それではですね、続きまして、最後に報道提起と合わせまして、前任会から染めさん、お願いします。マイクの力が。どうも皆さんお疲れ様でございます。初夏を思わせるような陽気ですけれどもね、お忙しい中、そして多くの仲間の皆さんがお集まりいただいたことに本当に心から感謝を申し上げます。それぞれの所属あるいは地域でご活動が続いていることだというふうに思います。心から敬意を表したいというふうに思います。衆参、憲法審査会の中身についてはね、今多くの方から発言がありました。私も、可能な限り衆参の憲法審査会を傍聴するようにしていますけれど もう本当にあの衆議院というのはひどい、本当にひどい。国の在り方を決める最高法規である憲法を冷静に話ができない、そのことの異常さをやっぱり多くの方もおっしゃっていましたけれども、私も本当に憤りを持ちながら、衆議院憲法審査会を傍聴を続けております。この憲法を守るためにね、頑張っていきましょう。行動提起です。すみません、その前にごめんなさい、今日の参加者ですけれども、多くの方に参加をいただきました。お忙しい中、緊急の呼びかけにもかかわらず120名の方、こうして参加いただいたこと、参集いただいたことを全体で確認をしたいというふうに思います。それでは行動提起です。イスラエル、ガザの虐殺をやめろ、イスラエル大使館前行動、本当に不条理とも言えるような、集団虐殺、大量虐殺が続いておりますけれども、こうした問題についても、一時も早く停戦をしろということで、声を上げていきたいというふうに思います。6月7日水曜日、18時30分、イスラエル大使館前で、ガザの虐殺をやめろということで、抗議行動を行います。それからウィメンズアクション、マッチョ政治にさようならということで毎月取り組んでおりますけれども、6月については13日木曜日、有楽町糸島前で開催をします。それから集団的自衛権の行使を可能とする、解釈会見ですね、2014年の7月1日、ちょうど今年が10年になるということで、7月10日取り戻そう立憲主義と平和憲法市民集会、開催をされます。7月の10日水曜日、お昼になります。14時から一応16時の予定ですけれども、詳細が決まりましたらまたお知らせをしていきたいというふうに思います。これについては安保法制、違憲訴訟、全国ネットワーク、そして総合戦の、詳細ということになりますので、そちらの方にも多くの方お集まりいただければと思います。それから19日行動、もちろん毎月の19日行動を引き続きやらざるを得ない、そんなことだというふうに思います。6月の19日行動は国会議事堂正門前でやります。多くの方が参加をいただく中でね、この今多くの方から発言ありました、自民党政治を終わらせようじゃないかと、自衛の自民党政権、このテーマ、もちろん他にも多くのテーマありますけれども、これを基本的な大きなテーマとして19日行動6月については国会議事堂正門前で行いますので、多くの方の参集お願いできればと思います。少し先になりますけれども、9月の19日行動については日比谷野外音楽堂であります。少しというかもう大きくやって、その後銀座でもやっぱり広く市民の方に訴えていく必要があるのではないかと、こうした憲法審査会の中にこうした議論がされている、ひどい議論がされているということも含めて、自民党政権を終わらせようじゃないかということを日比谷野外音楽堂で19日行動をやり、その後銀座でも出発をしていきたいというふうに思いますので、こちらの方も会場を埋め尽くすぐらいの多くの方の参加をお願いできればというふうに思います。ということで、報道提起ということになりますけれども、皆さん NHK の朝ドラご覧になってます？うんうんなってうなずいてる方たくさんいらっしゃいますのでね、虎に翼、私は普段ドラマとか見ないんですけれども、友人から面白いよと見てみないよって言われて、見逃し配信でちょっと1回目から見ているんですけど、本当に面白いですよね。戦前、やっぱりこう法律の世界で女性の方が活躍、なんか夢のまた夢だった時に、弁護士を目指して奮闘している女性の方、実在する、女性の方をドラマ仕立てにしたということですけれども、さまざまな挫折を味わい、そしてまた弁護士になる夢を諦めながらも、戦後、
日本国憲法に勇気をもらって、もう一度弁護士の道を歩み進めると、そうした中身でありますけれども、ことほどさように、やはりもう日本国憲法、戦後、我々多くの国民が挫折し、そして絶望の淵に陥った時に、人々に勇気を与え、そして生きる希望を与えてきた、それが日本国憲法なんだろうというふうに思います。GHQ の押し付けだなということはありますけれども、決してそんなことはない。100歩譲っても、国民、主権、これを目指した日本国憲法、100歩譲っても、天皇主権を維持をしようとした日本政府が押し付けられたんであって、多くの国民、市民は、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、この日本国憲法を大きな希望と喜び、生きる勇気を持って受け入れたということ、このことを私たちはしっかり押さえていく必要があるんだろうというふうに思います。引き続き、この日本国憲法を守るために、奮闘を呼びかけさせていただいて、本日の行動提起とさせていただきます。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、大変な思いをしてご協力いただいた公営教護団から、皆様こんにちは。毎週本当にご協力ご苦労様です。今日皆様が全部おっしゃってますので、内容的に加えることはありませんが、衆議院の憲法審査会というのはですね、本当に法律家の目耳から見てありえないです。非常識、第二憲法を知らないっていうにとどまらない。もう本当に私毎週木曜日来ると本当に怒りで帰る時に本当に震えるぐらい信じられない世界が繰り広げられています。問題はですね、狭い中で、日本の中でも指折り数えて非常識な人たちが憲法を変えようと議論していることなんです。それを圧倒的多数の国民は知らない。まさかこんなバカなことが展開されているってことをね、知らないし、皆さん憲法を変えてほしいとか、そんなこと思ってません。生活なんとかしてほしいって思ってるんです。で、裏金議員、裏金をもらった議員、あるいは疑惑の議員を全部辞めさせれば、会計が3分の2どころか、もう3分の2届かなくなるんです。ですから、ことほど最後に、やはり選挙のあり方が問題なんだろう。汚いお金で何兆円もの政権与党についていれば、何兆円ものお金を自由に不透明に使える、そういう中で続いてきたこの政権を、もう裏金問題抜本的に改革して、そして選挙であの人たちを落とすしかないんですね。私たちの本当の代表を選んで、そして大阪さんもおっしゃってました、個人の尊厳が守られる、一人一人が生きててよかった、みんな自分も相手も大事にできる社会を作る、そういう政治家代表者を選ぶしかないんだろうと思います。改憲条文基礎機関なる言葉が昨年12月来出ていますけれども、もうちゃんちゃらおかしい。こんなものを憲法審査会の中に多数決で作るということは、もう絶対に憲法的にありえないです。なぜか、それは憲法の改憲の民憲上改憲の必要性が全くないし、そのことを全く議論していないからです。議論もしないうちに、とにかく国民が気がつかないうちに、改憲派が形式的に3分の2いる間に、なんとか発議をしようという、本当に自分たちに有利な、邪魔な憲法を変えてしまおうという、こういう、活動を、私たちの怒りで阻止していきましょう。法律からしかなぬ、ちょっと今日、非常に怒ってます。今日っていうか、いつも怒ってるんですけど、私の場合は。
特にひどいなと思うのは沖縄の問題、関係派の人たちは被災地の声が届かないじゃないか、だから任期延長すべきだ、被災地の国会議員がいないと困るからって言うけど、じゃあ沖縄の声はどうなんだ、憲法審査会で赤嶺さんがあれだけあれだけ毎回毎回沖縄には憲法が適用されてない実態を訴えているけれども、政府も憲法審査会も国会も無視じゃないですか。では能登はどうですか、被災地の能登の声は届いているんですか。国会議員、現職の選挙区のね議員がいるにもかかわらず能登の人たちの声は届いていないじゃないですか。にもかかわらず本当にお金をかし、国民のために、被災地のために、大震災が来たら、その被災者のために、日記を延長しましょう。こんな幼稚園児でも分かるようなごまかし、絶対許さない。最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。福島みずほさんを待っていたんですけど、ちょっとまだ法務委員会でちょっとまだ来れないということですので、今日はこちらで多分みずほさん気持ちは一緒ですのでご栄誉を送りたいと思います。それでは今日のここでの集会は終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。